皆さんこんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の BMSG スケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が先週の BMSG について、2つ目が BMSG スケジュール、3つ目が BMSG アーティスト出演予定ライブの情報まとめです。この動画は b ファーストとマーゼル以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。 ビーファーストやマーゼルのスケジュールも随時配信中ですので概要欄にリンクを貼っておきます。今回は年末年始を挟みますので、スケジュールを今後2週間分掲載しています。 また必要であればどこかで更新するとは思いますけれども、ちょっと来週の木曜日に更新できるかどうかわかりませんので、念のため2週間分掲載しています。そのため情報量がかなり多くなっていますので、今日は簡潔にサクサクっと進んでいこうかなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。はい。では先週の BMSG 情報についてです。 まず一つ目、BMSG フェス23の DVD&Blu-ray 購入特典の絵柄が解禁となっていますね。これを見るとまたどこのショップで買おうかということが悩ましいかと思いますが、この特典絵柄については概要欄にリンクを貼っておきます。さらに BMSG ミュージックショップ限定版の特典映像も発表されています。一つ目がビハインド映像が約90分間ついているということ。 こちらは通常版が約30分ですので、60分分ボリュームが多いということになっております。そして2つ目として、BMSG East vs BMSG West ッシュアップという動画がついているということです。こちらは BMSG ミュージックショップ限定版にしかついていない映像ということです。BMSG フェス2 3の DVD&Blu-ray に関する詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。 そして昨日 BMSG から YouTube のプレイリストが公開されましたね。ベストオブ BMSG2023 ということで、2023年に BMSG アーティストがリリースした楽曲がずらっと一覧になっているプレイリストになっていますが、なんとこちらには64曲も収録されていました。 ただこちらには外部のアーティスト名義でコラボをしている楽曲というのは含まれていません。特にアイルザ・ショウタさんは今年外部の方と10曲ぐらいコラボ楽曲を作ったという話をしていましたので、そういったものも含めると BMSG 全体では今年70曲以上の楽曲がリリースされているんだなと思うと本当にすごい勢いだなと改めてこのプレイリストを見ていて思いました。 はい。そして続きまして、ノーノーガールズです。ノーノーガールズについては、現在、書類選考受付中で1月31日までとなっておりますが、こちらが日本テレビにて2024年夏頃より放送が決定したということです。楽しみですね。また来年の夏からはこのオーディションで大盛り上がりするんだろうなと思います。 はい。そしてスカイハイさんの情報です。スカイハイさん、ダイブトゥーザニューワールドの公開収録の映像が YouTube にて公開されています。ゲストはレイコです。そしてラウンドアグラウンド、ラウンド100ということで、クリスマスイブ12月24日にスカイハイさんの原点であるクラブマーファミリーでのライブが開催されましたね。こちら、フライヤーズでは全編公開されていましたが、YouTube でも冒頭の部分が公開されています。 はいそして YouTube にてスカイハイランドアグランド2023フィナーレの Vlog も公開されていますさらにインターネット記事ミモレではスカイハイ日誌スーパーアイドルが最高にクールなわけという記事が公開されていますはいそしてスカイハイさんのライブグッズスカイハイバースデーバッシュ2023リビルドジェネレートこちらのグッズが数量限定販売中です はい。そして、ノベルコアくんの情報に行きます。ノベルコアくんもまたこの1週間でとんでもない超重大発表がたくさんありましたね。まずは1月13日土曜日23時からテレ東系列にて放送が始まります。ぶっちぎり。こちらのチームソングにノベルコア捨て頃が起用決定しています。 こちらはどうやら3チームのチームソングがあるようなんですけれども、他の2つのチームはバルシテックボーイズさんであったりダパンプさんが担当しているということで、そのうちの1つをノベルコアくんが担当するということで、めちゃくちゃすごいですね。こちらの放送も楽しみにしたいと思います。はい、そしてローリングストンジャパンさんの記事では、ノベルコア×歩むマズの対談インタビューが公開されています。 このお二人、やはり先日開催されましたジュースでコラボステージを披露してくれたようですね。はい。そしてドクターフェスではドクタースワークさんのスワークイン・ n エリアフィートノベルコアということでこちらもサプライズ解禁されていますね。ノベルコア君くんもバチバチに踊ってましたね。あゆむいまさんとのコラボ楽曲やこのドクタースワークさんの楽曲についてリリース情報はまだ解禁になっていないのでそちらも楽しみにしたいと思います。 はい。そして、ついに、ノベルコアスタッフアカウントオープンということで、X や Instagram にて、ノベルコアくんのスタッフさんのアカウントが公開しています。はい。アイルザ・ショータさん情報に行きます。先日、単独でも取り上げさせていただきましたが、2月1日木曜日の20時から、アベマにて、アイルザ・ショータワンマンライブエピローグが独占無料放送を決定しています。 全編無料放送ということですし、アーカイブもどうやら1週間ほどありそうなので、ぜひぜひこちら皆さんと一緒に楽しみたいなと思っています。はい。そして雑誌ムジカ1月号にアイルザショータさん掲載されています。はい。そしてインターネット記事でアイルザショータワンマンライブエピローグのオフィシャルレポートが公開されています。 YouTube ではディープフィートガンミアットエピローグということで、エピローグのライブの中で、ガンミさんとディープを披露した、その様子が YouTube で公開されていますね。はい。そして、エディーボーイですが、エディーボーイビルボードの TikTok Weekly Top 20こちらにて、お友達がなんと3週連続第1位を獲得しています。おめでとうございます。 スカイハイさんがポストされていましたが、再生回数はすでに2億回を突破しているということで、ものすごい勢いで広がっていますね。この年末にかけて、やはり TikTok で今年バズったアーティストというのがたくさんテレビに出演しているのも見かけますので、きっと来年はエディーボーイもそういった感じでテレビにたくさん出演する機会も来るのかもしれないと、とても楽しみにしています。 はい。そんなエディーボーイのお友達ですが、YouTube ではお友達ライブフロムファーストワンマンライブ満身心創痍が公開されています。TikTok でバズった曲というのは、その曲のタイトルや歌っている人が誰なのかというのを知らないままに広がっていっているというパターンもたくさんあると思いますので、この TikTok をきっかけに YouTube などで エディーボーイという名前やお友達という楽曲がさらに広がっていけばいいなと思います。はい。そしてトレーニー情報です。クリスマスイブにはルイとカノンのクリスマスイブのカバーが公開されましたね。もうめちゃくちゃかっこよかったですね。彼らの飾らない等身大の素顔を見ることができますし、本当に二人ともめちゃくちゃかっこよくて優しい歌声で、 これはまた一気にファンが増えたんじゃないかなと思います。はい、先週の BMSG 情報は以上です。続きまして、今週から2週間分の BMSG スケジュールです。本日12月28日木曜日午前10時から、ノベルコアワンマンライブアイアムザアット武道館、こちらの T シャツの先行予約販売が開始しております。受付期間は1月3日までです。 21時からはミュージックジャパン TV にてスカイハイスペシャルミュージックビデオ特集です。12月29日金曜日、19時から YouTube にてコアのパニックプレッシャー1分チャレンジ。20時からは MBS ラジオにて同じノベルコアの独創フライデーシーズン2。25時30分からは JWAVE にてノベルコアのターニングバック。こちらは先週に引き続きゲストがクラックポットさんです。 12月30日土曜日18時スマッシュにてダンクバックルームが公開されます。こちらは先週から新しく始まった企画となっていますね。ダンクに出演したアーティストの皆さんがスマッシュ上でバックステージでのトークなどを繰り広げる企画となっています。そして20時から YouTube にてダンク YouTubeSharp3 がプレミア公開されるかもしれないなと思っています。 というのが先週まで2週連続で土曜日の20時に新しい動画が公開されていますのでもしかしたら今週も公開されるかもしれないなと思っています。23時からは JWAVE にてスカイハイさんのダイブトゥーーザニューワールドです。ゲストはり介ドクター r r 坂井さんということでこの対談は聞き逃せないなと思っています。 12月31日日曜日21時から j w a v e にてメルセデスデンツザ・エクスペリエンスこちらの番組にアイルザ・ショウタさんがゲスト出演されますはい、そして23時59分まで Hulu ストアにてバズリズムライブ2023 a y 1から d a y 3の配信が終了となりますこちらは有料配信で現在 Hulu ストアで配信されているものとなっております Day o にはノベルコア君とマーゼル、Day t h にはビーファーストが出演しています。二十四時からは FM 八〇二にてスカイハイさんのダイブトゥートザニューワールド、ゲストは良輔、ドクター R、酒井さんです。年が明けて一月二日火曜日十二時からフジテレビネクストにてビバラロック二千二十三 Day o から Day f i v の放送があります。 BMSG アーティストは、デイ1でスカイハイさんとノベルコア君のステージの映像が流れます。デイ2では BEFIRST、それからスカイハイさんも参加しました、ビバラ j r o c アンセムズの放送もあります。1月3日水曜日、19時から Hulu ストアにて、ダンクショーケース in 京セラドーム大阪デイ1の配信が始まりますね。 見逃し配信は1月18日まで、チケットは4800円です。21時からミュージックジャパン TV にてスカイハイスペシャル MV 特集です。23時59分で締め切りとなりますのが、先ほどご案内しました、ノベルコア君の日本武道館公演アイアムザの T シャツ先行予約販売分です。1月4日木曜日、 この日で受付終了となりますのが、B タウンダンスワークショップということで、アーキテクトの会員の方限定にはなりますが、マニーさんが講師をしてくださっているダンスのワークショップ、こちらの受付が終了となります。はい。そして1月5日金曜日、この日はアイルザ・ショータさんのデビュー2周年です。おめでとうございます。2年前のオーロラ・トキオの衝撃は未だに忘れられません。 あれから本当に怒涛の勢いで進んできた2年間だったなというふうに思いますが、たくさんのアーティストの方とコラボをして、夢のドリカムさんとのステージも叶えて、EP4 部作も完結し、今は新しいステージに向かって突き進んでいっているアイルザ・ショウタさん。そんな3年目の大活躍も楽しみに応援していきたいと思います。 はい。そして16時からはミュージックジャパン TV にてスカイハイスペシャルミュージックビデオ特集です。19時からは YouTube にてコアのパニックプレッシャー1分チャレンジ。20時からは MBS ラジオにて同じノベルコアの独創フライデーシーズン2。25時30分からは JWAV にてノベルコアのターニングバックです。1月6日土曜日。 午前10時からエディーボーイファーストワンマンライブ満身創痍の追加公演分が一般発売となります。こちらは先着順での販売となっておりますのでお気をつけください。そして17時からは新春キャナルフェスアイルザショータトークミニライブがキャナルシティ博多にて開催されます。18時からはスマッシュにてダンクバックルーム。 20時からは YouTube にてダンク y o u t u b e Sharp4 がプレミア公開されるかもしれません。23時からは JWave にてスカイハイさんのダイブト to the New World。そして24時からは NHK 総合にてキングダム第5シリーズの放送がスタートします。こちらはエンディングテーマにノベルコアのルーラーズが起用されています。 1>, 1月7日日曜日24時からは FM802 でスカイハイさんのダイブトゥーザニー n ールドです。1月8日月曜日22時からミュージックジャパン TV にてスカイハイスペシャルミュージックビデオ特集です。23時59分で締め切りが3つあります。アイルザショータワンマンツアーダイアログ、こちらのローチキプレリク分が締め切りとなります。 そして、スカイハイさんの出演が発表されました。スタロックフェス2024。こちらの最速プレオーダーが締め切りとなります。さらに、スカイハイラウンドアグラウンドラウンド100回記念のアクリルオブジェ。こちらはファンクラブフライヤーズと B タウンの会員の方限定となっておりますが、受注の受付が終了となります。1月9日火曜日、21時からブロック FM にて、アイルザショータプレゼンツ、アイのステーションです。 1>, 1月10日水曜日23時59分でチケットの締め切りがあります。アイルザ翔太さん出演のシガビートクルージンの一般発売分です。1月11日木曜日15時からミュージックジャパン TV にてスカイハイスペシャル MV 特集です。はい、今後2週間のスケジュールは以上です。最後に BMSG アーティスト出演予定ライブの情報まとめをお届けします。 こちら、一週間でまたとんでもない量の新しい情報が発表されております。緑色の枠の部分だけお話ししていきたいと思います。まず、一番上、1月6日土曜日、新春キャナルフェス、アイルザ・ショータトークミニライブということで、キャナルシティ博多で開催されます。こちら、アイルザ・ショータファンクラブでは優先観覧エリアの受付があっていましたが、すでに終了しておりまして、 あとは当日1月6日の午前10時から優先ンン観覧エリアの整理券が配布されるということです。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。はい。そして同じくアイルドショウタさんですが、2月10日から12日に開催されます、大阪オートメッセ ×FM802。 カスタマイズアリーナということでこちらに出演が発表されております。大阪南港のインテックス大阪で開催されます。チケットは2月9日まで前売りチケット販売中です。ただこちらに関しましてはまだ2月10日から12日の間何日に出演するかということが発表されておりません。 2月12日は、アイル・ザ・ショータワンマンツアーダイアログが広島で開催されますので、12日ではないと思うんですが、10日か11日かまだわかりませんので、また発表されましたらお知らせさせていただきます。はい、そして一つ飛ばして先に3月23日土曜日、V ポイントプレゼンツスタロックフェス2024にスカイハイさんの出演が発表されております。場所は幕張メッセです。 チケットは1月8日まで E プラス最速プレオーダー受付中です。はい、そして一つ上に戻りますが、ノベルコア君の全国ツアーが発表されていますね。3月17日日曜日からスタートします。こちらはまだ ツアーのタイトルなどは発表されておりませんので仮の名称としてノベルコア全国ツアーということで記載させていただいておりますまたタイトル名などが発表されましたらこちらに正式名称で記載していきたいと思いますがまず3月17日日曜日が新潟3月24日日曜日が仙台4月5日金曜日が岡山4月6日土曜日が広島 4月11日木曜日が大阪、4月12日金曜日が福岡、4月17日木曜日が名古屋、4月23日火曜日が東京、4月26日金曜日が札幌ということで、全9公演予定されています。チケットの情報などはまだ解禁されておりませんので、改めてお知らせいたしますが、 日本武道館公演の後にもこうやって楽しみをたくさん作ってくれるノベルコアくん、さすがですね。アニメのテーマソングについても2つ解禁されていますし、直近でも歩夢む津さんやドクタースワックさんとの楽曲も解禁されていますので、2024年のノベルコア、さらにギアを上げて進んでいく予感しかないといった感じですね。はい、以上です。 本当に年末が迫っても毎日毎日いろんな情報が解禁されていって BMSG というのは本当に相変わらずすごい事務所だなと思っています。クリスマスにも BMSG 全体を箱押ししていらっしゃる方にはとんでもない供給量で実は私もまだクリスマス以降の供給を全部チェックしきれていないので年末にかけて少しずつ楽しんでいきたいなと思っております。はい、以上です。 どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。